はい、皆さんこんにちは、シアナと申します、よろしくお願いします、今日はですね、竹書房の、解読戦、2023の、軽い説明をさせていただきます。よろしくお願いします。まずですね、応募方法自体ですが、まあ、ウェブサイトに書いている通り、原作10本の中から選んでいただくか、もしくは、指定された文庫本、怪談の本から選んでいただくという形になります。お好きなものを、3本ですね、選んでください。文庫本から取る場合はそのまま、改編はなしとなります。しかし、原作の方では少し説明が必要な箇所がありますので、10本あると思います。10本分の話がありまして、そのうち、2本ですね、2本は空白を自分で埋めていただいて、それで読むという形になります。1行しか空白がないっていうところも、2行にしていただいても3行にしていただいても結構です。どれだけ長くしていただいても結構です。自分が聞いた話をそこに入れてみるとか、想像した話でもここは構わないです。それを読んでいただく形になるのですが、その際時間、制限時間がありまして、5分を守るようにしていただきたいと思います。というか、5分以上は遅れない形になってるんですかね。なんでお好きなようにしてください。そして送ってくる文庫本であり原作であり、どちらも同じなんですが、演出をつけていただいても結構です。どんな演出をつけていただいても結構です。例えばコントラストを変えるのように、はいはい、まあ、これぐらい、変えれるんじゃないでしょうか。元に戻しましょうか。はい、好きなようにやってください。こういうの効果もつけていただいて結構ですよ。おーいという声が聞こえたっていう部分を、おーいおーいおーい、こっちに来いよ、こんな感じでつけていただいても結構です。または声の質を変えるのも全然 OK です。めちゃくちゃ高くしていく、ロジャーラビットの悪者のクリストファーロイドみたいな感じですね。すげえ声を高くしていって、実は犯人は私だったんだみたいな感じの、声の高さに変えていただいても結構です。逆に低くするのも OK です。その時向こうから声が聞こえたんですよ。おい、お前のこと俺見てるからな。こんな感じで、低くしていただいても結構です。まあ自由にしてください。ただし、11月の本戦本番はイベントの会場であります。その会場では自分の声とマイクだけで勝負してもらう形になります。で、どれだけ応募動画で画像をいじってもらっても構いません。例えばこの景色を変えるのも全然構わないです。こういう風に変えるっていうのも構わないです。でも実際本番では何もない空間で読んでいただく形になりますので、そこら辺は、よろしくお願いします。本番では自分の声で勝負するんだぞっていうことですね。応募に関しては好きなように、していただいても結構です。ごまかしても構いません。カット割りをいろいろと変えたり、いらないスペースを切ったりして、映像の幅を短くするのも全然 OK です。ただしこちらは全てそれを、悪い言い方ですが見破ることができます。ちゃんと理解ができますので、そういうのも全部含めて審査基準となっています。全然好きなようにしてもらって構わないです。一番大事なのは、読むことを楽しむというのをやっていただきたいところですね。例えば近所の子供たちに読むとか、自分の子供に呼ぶとか、こんな声出してみたら面白いんじゃないかとか、自分でまず読むものを楽しむということをやってほしいところです。でですね、基準がですね、うまい下手よりはおそらく前回のもそうなんですが、怖いということと、自分の世界観をどれぐらい表現しているかという、この2点が大きく入ってくるんじゃないかなと思います。その2点に重心を置いてやってもらえればいいんじゃないでしょうか。あとは楽しむことが大事です。映像効果をすごく使ってもらっても結構です。このようにこうゆらゆらと揺れてるような感じになってますかね。でもいいですし、純粋にスマホ1本で勝負していただいても結構です。どちらにしてもこちらは違うところを見てると思うんです。
その朗読、その人の朗読がどれぐらい面白いか、どれぐらい怖いかっていうのを見てると思うんです。なので審査員たちの基準が それぞれあるんですけども、やっぱりそういうのってしっかり見ていくと統一した基準ができていくので構いません。お好きなようにしてください。それぐらいですかね。怪談を読むということ自体がまだ全然メジャーではないので、みんなで頑張ってそれを、上に押し上げていきたいなと思っております。まあ何よりも楽しんでください。楽しむことが一番大事です。これをきっかけに怪談の仕事とかが来るように、皆さんに行くようにっていう風な感じの流れになんとかしたいものですね。なんで、今年も開催します、よろしくお願いします。うだうだと喋ってすいませんでした。それではまた。